音吹き町の皆さん、こんにちは。ホール担当のあゆみです。本日はお祝いの中のこちら、お食い初め膳についてご紹介したいと思います。でこれの容器を準備したのでこちらになります。お食い初め膳なんですけど、これ煮物とか、あとフルーツ、あと焼き鯛ですね。飛んじゃったんですけど、基本煮物とか、お吸い物で、焼き鯛の容器なんですけど、焼き鯛がついてきます。で、お食い初め膳のこれ、はがための石というものがあるんですけども、こちらはお客様の思い出の品としてお持ち帰りいただけるものなので、こちらは記念にお持ち帰りください。とこちらのお食い初め膳は、ご予約いただきましたらお店でお祝いをすることもできますし、相談していただければお家でも家族の皆さんと一緒に100日のお祝いをこのセットだけでもう始めることができるので、もし生後100日のお祝いを考えているお客様いらっしゃいましたら、ぜひ豊かまでご相談お待ちしております。よろしくお願いします。